どうも皆さん、ヘルライズ、究極生命体アブソリュート黒橋です。進化になってどうした？特撮、アニメ、どんな作品でも共通していることがある、近畿化は強い。と、だから今時期に染まってみました。見た目は完全に丸ガムだけどな。それで今時期になったウプ主は何ができるようになったんですか？風速を瞬時に測れるようになった。お前なんてただの金メッキだ。エクストリーム。風が、フートの風が、ダブルに力を与える。仮面ライダーダブル、サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム。仮面ライダーダブルフォーエバー、エイプーゼット、運命のガイアメモリに登場した究極形態、仮面ライダーダブルが守る街、フートのシンボルであるフートタワーの上、そこでラスボスである仮面ライダーエターナルと仮面ライダーダブルの決戦が繰り広げられていた。フォームチェンジを駆使しながら互角に渡り合うダブルだったが、エターナルが奥の手、26本同時マキシマムドライブを発動したことで窮地に陥る、足場を崩され遥か上空から真っ逆さまに落ちていき、万事休すかと思われたその時、戦いを見守っていたフート市民がダブルに声援を送る、今まで支えられてきた、守られてきた、そんな人々の声援は大きく重なり合って、フートを吹き抜ける一陣の風となってダブルに力を与える。奇跡の風はドライバーに装填されたエクストリームメモリに収束していき、その体を黄金に変え、6枚の翼を広げ大空を舞うダブルが誕生した。それこそがこのサイクロンジョーカーゴールドエクストリームなのぜ。通常のエクストリームとの違いとしては、中央のクリスタルサーバーが銀から金に変色し、背中には左右3枚、合計6枚の羽を生やしている点。これによりダブルの全形態唯一となる自力飛行を可能としている。とはいえ月中それ以外の能力は一切が不明だが、まあ月中では必殺技を繰り出しただけの出番であったからな。必殺技はゴールデンエクストリーム、飛翔しながら放つ両足蹴りであり、ダブルの全形態で唯一ドライバーやメモリの操作をせずに発動する。その威力は凄まじく、エターナルが放った26本同時マキシマムドライブの必殺技ネバーエンディングヘルを真っ向から突き破ったばかりか、そのままエターナル自身も撃破、加えて彼の所持していた26本のガイアメモリをまとめて粉砕するほどだ。後にエターナルがジオウに客演した際、その力は世界の一つや二つ永遠に破壊できると評されるほどでしたので、相対的にそれを真正面から打ち破ったこの形態の評価が上がってましたね。ついでに敗因をたまたま風が吹いただけって負け惜しみ言ってたが、実際問題確かに風が吹かなかったらエターナルが勝ってはいたんだよな。詳しい人ならわかると思うが、風をドライバーに集めて力を得るってのは仮面ライダー1号の台風の原理をオマージュしたものだ。実際仮面ライダーダブル自体モチーフが仮面ライダーそのものと言われてるしな。今まで守ってきた街、そしてそこに住む人々、その人々の声援が、封筒を象徴する風を呼び起こし力を与えた。それはある種、街からダブルへの恩返しのようだったのぜ。バックで主題歌を流しながら風が吹き大逆転するまでの演出含め、究極フォームの中でも激烈に人気の高い形態だ。その影響ゆえか後年の作品でも登場することがあり、仮面ライダーオーズと共演した冬映画でもラスボス戦で登場。こちらではオーズのタジャドルコンボが巻き起こした風をエネルギーとして変身し、ラスボスである仮面ライダーコアオーズと共に撃破した。さらにフォーゼとウィザードの冬映画でも終盤に登場しており、この際はカットの合間に変身しておって変身経緯は不明。他のライダーの必殺技とともに敵の操るマシンを破壊しておったな。いずれの作品においてもやったことは必殺技を打つことくらいですね。エクストリームから派生した形態ですので能力自体は引き継いでいるのでしょうが、いかんせん専用武器であるプリズムビッカーすら使わずに勝負を終わらせているので。ちなみにバンダイのカードゲームにおいてパンチ力、キック力、ジャンプ力の数値が、すべて無限になっていると気狂った事態が発生していたりする。盛るにしても自重しろよ。まあ公式設定とは明言されてなく、今のところはスペック不明が実情だがな。とはいえ通常のエクストリームは相手の弱点を分析し、そこを徹底的に攻める戦法なのもあって真っ向勝負だとパワー不足な面があり、その点を克服してる可能性のある形態とも言えるのぜ。格闘戦をするシーンがない関係上確かなことは言えないがな。そもそも自由に変身できるというわけではなさそうであるからな。変身シーンが描写された作品ではすべて外的要因で偶発的にこの形態になっておるゆえ、普段からサクッと変身できるわけではないのやもしれぬ。ダブルの全形態で唯一固有のメモリを使用せずに変身するしな。その分より特別感があるけど。なお余談だがライダー名から形態名まで合わせて31文字あり、エグゼイドで抜かれるまでぶっちぎりで文字数の一番多いライダーだった。エグゼイドはレベル表記まである関係上トップ総独占中という。しかしゴールドエクストリームほど究極フォームって言葉が似合うフォームも珍しいよな。まあ超クライマックスは中間形態の派生だったり、最強コンプリートは強さが不透明だったしな。ただそれで言うなら次のライダーもまた分かりにくい部類に入るぞ。時空超越、未来に届けて仮面ライダーオーズ、スーパータトバコンボ。
仮面ライダー仮面ライダー、フォーゼ&オーズ、ムービー対戦メガマックスに登場したオーズ究極形態、世界の支配者となるべく暗躍する財団 X のレムカンナギとの戦い、時空を超えてきた未来のコアメダルと特殊なアストロスイッチを使用して、超銀河王に変貌したカンナギに大苦戦、未来のコアメダルの力で時間停止能力を操る彼に対抗すべく、オーズの変身者である日のエイジはあるものを取り出す、それは決戦前、かつて交流した未来の戦士、港美春から受け取った未来のコアメダル、スーパータカメダル、スーパートラメダル、スーパーバッタメダルであり、その力で変身したのが、このスーパータトバコンボなのぜ。身長198センチ、体重87キロ、パンチ力8トン、キック力25トン、ジャンプ力300メートル、走力100メートル3秒、パンチ力はプトテラや魂、走力はラトラーターに譲るものの、キック力やジャンプ力は登場時点ではオーズの形態で最高の数値となっている。見た目としてはオーズの基本形態であるタトバコンボをより発展させたもので、基本ベースが黒だった強化皮膚、そこにラインドライブという誘導路が引かれていたが、それの配色の割合が完全に反転し、より派手になってるのぜ。黒だった部分が誘導路の色に染まり、逆に誘導路が黒色に染まる。そう聞くとブラスターフォームと似たものを感じますね。タトバコンボの発展系ということもあって戦い方も似通っており、エネルギー増幅機関や強化筋肉を超硬骸骨格で保護することで敵からの攻撃に対するダメージだけでなく次回も軽減する防御力を持つほか、それによって遺憾なく発揮されるジャンプ力、キック力、パンチ力、果ては鋭利になった肩の装甲によるショルダータックルなど攻撃力も相対的に上昇。通常のタトバだと収納可能だったトラクローは常に展開されてる上に大型化した通称トラクローソリッドに変化し、爪の先に至るまでラインドライブが埋め込まれている。これにより攻撃とともにオーメダルのエネルギーを流し込み爆発させることも可能なのぜ。バッタゴラスレップのエネルギー増幅によるジャンプ力らのフットワークと合わせて一気に相手との距離を詰めて接近戦に持ち込むのぜ。頭部はタカヘッドブレイズ、これはタジャドルコンボと同性能となっており、左右の羽、タカフユードルはラインドライブが重なり生まれた大気の誘導路、通称エアロクロスに空気を流すことで風圧をエネルギーへと変換する。頭部に輝く金色のゴルドオークオーツにより通常時の3倍の範囲で敵を感知する超感覚、それを中心に広がるラインドライブであるタカトーテムにより補助を行い、強化された3次元空間把握能力を駆使し、あらゆる体勢からでも攻撃が可能。なおタジャドルのように固形化した翼を展開できるわけではないようだが、逆エンジンにはエネルギー上の翼を生成して飛行している様子が描かれておる。とはいえ性能としては基本形態の延長、劇的な変化ではなさそうね。これだけならな、この形態の真骨頂、それは未来のコアメダルを使用しているという点、同じく未来のコアメダルを使用した超銀河王が時間停止能力を持っているということは、スーパータトバも同じ能力が使えるってこと？そういうことだ。実際東映のオフィシャルブックで時間停止の能力を秘めていると記載されており、さらに能力関係で相殺されるのか、こいつ自身は相手に時間停止されても動ける。おそらく仮面ライダークロノスのポーズ、タイムジャッカーの時間停止も効かないのでしょうね。まあとはいえ時間停止能力を持たない相手には、さっき指摘された通り基本形態の延長線上にある強化にとどまるけどな。必殺技はスーパータトバキック、タトバキックのスーパータトバ版であり、背中に翼を生成して飛び蹴りを放つ。破壊力は150トン、タトバキックの約2倍の威力を誇り、オーズが使用するキック技では2番目の威力を誇ってるのぜ。しかしいつ聞いてもこの形態の変身音声はやかましいですね。もっと質素かつ黙って変身すべきではないでしょうか。ラベルベルトの元祖がなんか言ってら。でも確かにスーパースーパーってくっそやかましかったわね。どこぞの超次元サッカーの名もなき小市民思い出したわ。果たしてわかる人がどれだけいるか。なおそのキャラの CV を担当した小西克幸氏はガッチャードでシステムボイスを担当、 X ガッチャリバーで久々にスーパースーパー叫んでるぞ。もしや東映に有識者が。ガッチかというとバンダイだろ。さて相性やら安定性の問題で最強フォーム論争が起こりやすいオーズ、スーパータトバの登場で一応収集がついた部分があったのだが、オーズ終了から10年、新たな形態が登場した。一人の男の待ち望んだ、いつかの明日で。ハカ、クジャク、ハンドル、ハーガーフォーグエターニティ。不死鳥の絆、どこまでも届くてのはぜ。仮面ライダーオーズ、タジャドルコンボエタナギ。オーズ10周年作品、復活のコアメダルで登場した形態、復活した800年前の古代王仮面ライダーオーズの侵略により、人類は存亡の危機に瀕しており、エイジも奮闘していたが、圧倒的な力の前に敗北。逃げ遅れた少女をかばい瀕死の重傷を負う。そこに新たに生み出されていたグリード、ゴーダが憑依することで、消えかけている命の灯火を何とか灯している状態だったのだが、元よりうさんくさかったゴーダは、奮闘の末古代王を撃破した後、野心に駆られてコアメダルを吸収、仮面ライダーゴーダとなって襲いかかってくる。その際エイジとは分離、アンクはそんな彼に憑依して何とか攻撃から逃れると、火星に来たバースたちに戦闘を任せ、
自分は精神世界でエイジと対話、今まで見せることのなかった涙を流し、エイジの覚悟を悟ると、その最後の意志を組み、エイジの肉体で共に戦うことを決意、その意志を具現化したようにトリケイメダルがアンクを思わせるエタニテメダルに変化、その力で変身したのが、このタジャドルコンボエタニテなのぜ。身長212センチ、体重93キロ、パンチ力 12.5 トン、キック力27トン、ジャンプ力260メートル、走力100メートル 2.8 秒、ジャンプ力はスーパータトバ、走力はラトラーターに及ばないもののどもに2、パンチ力とキック力はオーズの形態で最高数値を叩き出している。タジャドルコンボと比べても彩色が増えたことで派手さが増しながらも、使われている色がアンクのグリード技と似通っていることもあり統一感はあるのぜ。アンクのグリード体をそのまま仮面ライダー化した。とも取れるな。アンクにない紫色も混ざってますが、アンクロスとの分野エイジと関わりが深いプトテラが混ざってるとも取れますかね。見た目的な変化で言うと、まず副眼が緑になってるのが大きいか、加えて左右非対称だったアンクの顔を表すように羽の装飾、アンクエングレーブが追加、胸のオーライブサークルも金色に染まっておる、そして背中にはエタニティクジャクテールという翼が露出しており、飛行する際に展開していた従来と違い常時展開状態となっている。総じて従来のタジャドルをベースにアンクの色を前面に出てる感じだな。戦闘スタイルは独特な構えから特殊攻撃や飛行しながら翻弄していたエイジと比べ、エタニティクジャクテールが振り乱れるほどの豪快な動きで殴る蹴るを繰り返すという超インファイトなのが特徴。これは肉体はエイジでも人格がアンクであることから来たるものだろう。もはやエタニティクジャクテールが豪快さを強調するために追加されたまであるレベル。そして特筆すべき点として、攻撃の際にエイジの幻影が出現し共に戦う。さらに変身の際のアンクのセリフに加え、変身音はエイジとアンクの声が重なっており、総じてオーズの最終回をセルフオマージュした上で互いの立ち位置を逆転させている。これに関してはエモいと見るファンと、これが見たいんだろ感が強すぎて冷めるってファンとで二分化されてますね。あとこの後の展開が展開だから素直に感動できないって意見もちらほら。必殺技はエタニティブレイザー、左腕に装着されたタジャニティスピナーにトリケイメダル4枚とエタニティメダル3枚をセットし、オースキャナーでエタニティスキャンして発動する威力220トンの技だ。演出上は炎が十字に広がった後、不死鳥の姿を模した火炎弾を放つのぜ。ちなみにバグレベルの威力を持つ魂コンボの必殺技を除けば、オーズの使用する中では一番威力が高いのぜ。さらにドライバーをスキャンすることで放つエタニティネンスドロップ、大ジャンプの後、エイジの幻影と重なり、赤いリングを通過ながら変形したコンドルレップによる両足蹴りを叩き込む、威力は200トンだ。着弾した後に爪のエフェクトがゴーダに覆いかぶさるのですが、その様子が X、また破天をかたどっているようにも見えますね。10周年だから意識してたんだろうな。他にもエタニティマグナブレイズという技もあるようだが詳細は不明。総合的にタジャドルのスペックをシンプルに強化した形態だな。劇中の出番も短いし、設定も CSM 付属のブックレットに記載されてるだけで、不鮮明な部分があるしな。というか俺はブックレット持ってない。買っとけよポンと。もちゃいうなたけよ。今なら抽選販売しておるようだぞ。これポチったらどうだ。そんなに俺の財布にダイエットさせたいのかお前ら。劇中では仮面ライダーゴーダをゴーダ自身も困惑するほどの圧倒的な力でボコボコにし、苦もなく撃破するほどの戦闘力を発揮していたな。純粋な数値で言うと古代オースラ上回ってるゴーダを逆に圧倒してることからも、オーズの形態でも最強格なのはまず間違いないだろう。これで展開がもう少し明るかったら素直に興奮できたんだがな。ならば今度は、明るい絆の究極フォームを紹介しよう。ダチとの絆、青春大銀河、仮面ライダーフォーゼ、メテオフュージョンステイツ。仮面ライダーフォーゼの劇場版、みんなで宇宙来たで登場した形態、宇宙鉄人のグランダインとスカイダインによって制御された衛星兵器 XV2、その攻撃によって地球が危機に瀕していたところを、キサラギ源太郎。仮面ライダーフォーゼが最大出力で軌道から外して阻止するが、限界を超えた出力を発揮した影響で全てのアストロスイッチがオーバーヒートし故障。しかも源太郎と仮面ライダーメテオこと作田優勢は XV2 内部に取り残されている。変身に必要なアストロスイッチがないせいで生身の状態の源太郎、優勢が一人で守るものの、強大な戦闘力を持つ宇宙鉄人に大苦戦。ライダー部の面々は何もできず悲観に暮れていたその時、源太郎と友情を育んだ XV2 から新たなアストロスイッチの開発データが送られてきた。状況を打開する鍵となるかもしれない。だが開発には大量のコズミックエナジーが必要。ならばと考えたのが、これまでに源太郎が築いてきた絆、天の川学園高校の生徒や教師、合計40人で同時にスイッチをオン、絆の力で増幅したコズミックエナジーによって新スイッチをマテリアライズすることだった。そしてライダー部面々は必死に奔走、在校生や教師だけでなく、卒業生にまで声をかけて回り、今まで源太郎によって助けられ友情の印を結んだ人々の協力を取り付ける。こうして生徒職員39人プラス1人、40本全てが行き渡り、合図と共に一斉にスイッチオン。収束したコズミックエナジーが新たなスイッチを生み出し、それこそがこのフュージョンスイッチ。
そしてこいつが、仮面ライダー4ゼメテオフュージョンステイツなのぜ。身長205センチ、体重100キロ、パンチ力 5.1 トン、キック力 8.6 トン、ジャンプ力23メートル、走力100メートル 5.8 秒、メテオ。というよりメテオの力と融合した形態であり、フュージョンスイッチ、メテオスイッチ、クリアドリルスイッチ、クリアランチャースイッチ、この4つのスイッチがドライバーに装填されている。外伝とハイエネルシーエピソードがあるクリアドリルスイッチと違い、変身とともに突如出現するクリアランチャースイッチ。速殺だと割とある現象。姿は通常のメテオというより強化形態のメテオストームとの融合みたいだな。各部の詳細なスペックは不明だが、劇中での活躍だけで述べるなら、メテオの力をまとった方ぜ。というより流星そのものの戦法も取り入れた形態で、従来からあった推進剤の噴射による機動力を活かしながら、流星が変身前後問わず使用する拳法、精神体輪拳を駆使して戦う。独特の回調音も健在、メテオの使用する火星、木星、土星の力を解放するガントレット、メテオギャラクシーも装備し、劇中ではサターンソーサリーを発動していたほか、必殺技であるスターライトシャワーも使用していたのぜ。ぶっとしてコズミックスベースの武器であるバリズンソードも使用しており、ライダー超銀河フィニッシュも発動しておる。本ベースでセットされておるスイッチは先ほど述べた通りだが変更は可能であり、劇中では一度クリアドリルスイッチとガトリングスイッチを入れ替えておった。だが形態維持の関係で4でのスイッチは変更できないと思われる。さらに月面に戦場を移すとパワーダイザーやマシンマッシブラーを駆使した大立ち回りも披露。宇宙鉄人を終始圧倒し続け、最後はライダーフュージョンドリルキックで完全勝利を収めたのだった。ライダーフュージョンドリルキックはメテオとフォーゼの幻影と重なりながら、勢いに乗せた飛び蹴りで貫いた後、追撃で飛び回し蹴りを放つ技なんだが、この時メテオスイッチとクリアドリルスイッチを操作するだけで発動しており、従来のようにエンターレバーを操作しておらず、厳密に言うとリミットブレイクではない通常技だ。つまり通常技だけでラスボス2人を同時に撃破したことになる。やばすぎんだろ。まあおもちゃだと認識ピンの関係でレバーを操作してもリミットブレイク音声が鳴らないので、再現性を高めるためにあえてそうしたのかもしれませんけどね。ちなみに融合する関係上、メテオ側の変身は解除されてしまう。とはいえ単なるフォーゼとメテオの足し算ではない戦闘力により数的不利など意味解散かな。今までに登場したゲンタロウのガチが力を貸すというフォーゼの集大成のような演出が好き。登場経緯で言うと究極フォームではトップクラスかもしれん。そしてフュージョンの名を持つ形態はもう一つ。友情銀河、大爆発。仮面ライダーフォーゼ、メテオナデシコフュージョンステイツ。仮面ライダー、ウィザード&フォーゼ、ムービー対戦アルティメイタムで登場した形態、アクマイザーとの戦いで、ザタン以外の敵を倒し囚われた人質を救出したはいいものの、一人になってなお諦めないザタンは、巨大兵器ザイダベックを用いて殲滅にかかる。それを阻止するべくウィザードが強化形態に変身したのと同時に、フォーゼもフュージョンスイッチを起動すると、メテオだけでなく仮面ライダーナデシコの力も融合して、誕生したのがこのメテオナデシコフュージョンステイツなのぜ。身長205センチ、体重105キロ、パンチ力 7.5 トン、キック力9トン、ジャンプ力20メートル、走力100メートル 5.8 秒、ベースはメテオフュージョンステイツとあまり変化がないが、ナデシコの色が加わったことで副眼が水色に変色、さらに両腕にはナデシコカラーのロケットモジュールが装着されている。ここら辺はかつてナデシコから授けられたロケットステイツを彷彿とさせるな。ドライバーにはクリアランチャースイッチに代わってナデシコスイッチが装填されてる。これはナデシコの力が固形化した特殊なスイッチだな。このスイッチをオンにすることで両足にスキー板型モジュール、ホバリングリフターが展開されます。劇中では変身後に手動操作で展開していましたが、ライダー図鑑などではこの展開状態がデフォルトの姿のように記載されてますね。まあ実際ほぼこの姿だったしな。ホバリングリフターには小型ジェットノズル、グロースプリンパーが備え付けられており、これと両腕のロケットモジュール、2つの推進力を合わせることで、そのスピードは音速をも超える速度を発揮することも可能だ。実際劇中でもザイダベックを余裕で抜き去って回り込んでたくらいだしな。ただしメテオフュージョンステイツと比べるとジャンプ力が低下しており、数値上の機動力で言えば若干下がってるのぜ。ジャンプ力に関して言えばロケットモジュールで全然代用が効くけどな。とはいえ劇中ではもっぱら飛行用ではなく滑走時の推進力のために用いられておるな。相手が巨大兵器だったため格闘戦は披露せずしまいだったものの、引き続きメテオララクシーは装備してるので同様の戦法は可能だろう。さらにロケットモジュールはミサイルとして射出可能であり、撃った後は自動的に両腕に戻ってくる。まあ当然一時的にスピードは落ちることになるが、そのせいで片方射出した後の機動力低下のタイミングで狙われてましたね。とはいえ多少下がろうとアクロバティックな動きで敵の攻撃をかわすことは可能ですが、必殺技はライダーダブルロケットミサイル、両腕のロケットモジュールを勢いよく射出する技であり、劇中2度発動。その威力はザイダベックの装甲を余裕で貫通するほどだ。そしてリミットブレイクが、ライダーアルティメットクラッシャー、高速で切り揉み回転しながら突っ込んでいく技で、
ザイダベックの装甲をぶち抜いてウィザードの通り道を作っていた。ザタンヘのとどめはウィザードに譲ったが、奴の持っていた装置をパンチで砕き、野望に修復を打っておったな。というか使ってるのが同じスイッチならなんで違う姿になったの？たまたま近くにいたからなでしこも巻き込んじゃったとか？いや、ゲンタロウの土俵が宇宙並みに広いからだけど。とんでもねえ理由だった。言うてアストロスイッチの機能って精神状態とかで上昇も低下もするから、そう考えればあり得ることだけどな。特にゲンタロウはなでしこに好意持ってたし。というか時系列的にもう召喚以外でフォーゼに変身できないんですよね。まあ溶鉱炉に投げ込んじゃったしな。正直過去に行き来できるライダーいくらでもいるからどうとでもなりそうだけど。それを言っちゃおしめえよ。まあとりあえず今回はここまでだ。今回は絆の力で変身するライダーが多かったですね。ところでアブソリュート黒橋はどんな力で変身するんですか？究極生命体アブソリュート黒橋だ。そこはどうでもいいです。俺がこの姿になったのはカスケード光線を浴びた上で曇らせ展開を見て優越の感情を高めたからだ。短期化の敵のゴッタに間違えてカスですけど光線浴びただろ。